はい、皆さんこんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。グランドのセブンについて勉強しようということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。3年ぐらいですね、実況させていただいておりまして、まあ2022年の9月17日で一応3年間のですねチャンネル開設してから経ったということになったが、ただその間病気で半年ほどで実況できない時期があったので、実質2年半ほどね、プレイさせていただいております。年内チャンネル登録者数2022年の間に1000名目指しております。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも皆さんのサポートをいただけると嬉しく思っております。ただこの動画が投稿されるのは2023年の4月ですので、いまいちね、どうなってるかわかりませんが、1000名を超えていることを願っております。Hello everyone, my name is Terion. I am a game writer. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、行きましょうか。グランツーリスモ7でございます。うん。前回の内容からですね、ちょっとまた時間が経ってるんですけど、確かですね、この新しいレースに行くためにライセンスをね、取らなくちゃいけないというところで終わっていたと思います。で、国内 A 級に挑戦しておりました。確かね、2つ目まで取ったところで終わっておりましたよね。で、今回もね、ちょっとね、時間的にね、ちょっと遅い時間なんですけど、まあちょっとね、夜中目が覚めちゃってね、まあ、こっちちょっとプレイしようかなって感じで、その3、40分ぐらいメドにね、頑張っていこうかなと思います。マウンテンカップ A2 ライン取り初級。ちょっと待ってね。選べたはずなんだけどな。あ、これか。だからこれだね。A3 ライン取り。やっていきましょうか。モンツァ、ライセンス A3 ライン取り初級3。国内なんでね、まだライセンス自体も厳しくないんで、ライセンス取りに行くのが難しいのは国際になってからなんですよね。国際になって、まあ国際 A 級、速度域が違う2つのコーナーを曲がろう。あ、やっていきましょうか。で、ちょっとね、今迷ってるんですよ。今ね、竜が如くの極みが終わったんですよ、ちょうどね。プレイし終わって。ちょっとね、次新シリーズどうしようかなって感じで極みの2にそのまま行くのか、2を、1をやるか迷ってるんですよ。ただね、ウォーロングっていうやつがあって、プレイステーション5でね、体験版が出てて、まあ、5持ってないんでね、プレイはできてないんですけど、それやってる人の映像見たんですけど、まあ二王ライクで、かつ無双、かつ赤老、かつ、おこの課題合格だよと。結構ね、いろんなゲームのね、いい要素が取り入れられてて面白そうだなと思ったので、それはね、確かね、年明けかなんかに出るはずなんですよ。だからそこを、まあ3ヶ月ぐらいあるからね、そこまでに二王をやっていくのか、別のゲームやるかってね、結構迷うところですね。2王はね、多分ね、時間かかると思うんですよ、プレイし始めたら。なぜ2がね、100時間かかったんで、まあ1もね、そんぐらいかかるかなと。クリアするまでね。いや、結構大変だなって思ってて、手をつけるべきかどうか悩んでるんですよね。ちゃんとやったらクリアできるゲームって、A4 は市街地攻略1、壁に接触しない走りを見つけよう。はい、見ての通り両側の壁のコースだ。壁に接触しないよう十分に注意すること。壁に触れると失格になるからね、初めのうちは壁に対して余裕を持って走ろう。市街地のさ、街のね、グラフィックとかがね、やっぱり PS4 って感じがするね。街のグラフィックとかがね、 PS5 になるとね、レベルが全然変わってくるからね、またね。でね、また発表があってね、グラフィックボールですね、今ね、RTX っていうね、GeForce の RTX3000 シリーズがね、最新だったんですけど、
4000シリーズがね、この度発売するってことがね、分かりまして、まあ、9月のね、2022年の9月なんだけど、4000シリーズなんて相当ね、多分グラフィック能力値が上がるらしくて、3000シリーズの倍ぐらいの能力が出るらしいですよ。3000でもかなりすごいのに、4000でその倍とか出るって相当やばいっすよ、多分。これむずいわ、ちょっと。 OK、 あ、残念。マジで33秒かかった。うわ、遅かったのか。だから多分それが実装されたらプレイステーション5ですらちょっとやっぱりね、時代遅れになっちゃうって感じがするよね。そういった意味合いではよし。そうなのよ。危ねえ。ギリギリだったね。PS5 でさ、時代遅れになっちゃうっていう状況になるから、多分。おゴール。うわ、ギリギリか。危ねえ。これはあれだな。クリア。国際永久とかになったらちょっと厳しいな、やっぱり。ライセンスが取れる気がしない。リプレイであの曲がるとこしっかり見たいな。やっぱこれいいよね。ここでちょっと。あ、ここは取れないのか。止まって取ることはできるんだけどね、普通はね。ここら辺ね、そうそう、だからちょっとね、次にプレイするゲームは何にするかっていうのをちょっと悩んでるっていう状況ですね。まあグランツーリスモをずっとやり続けるっていうのでも、まあありはありだけどね。まあでもクリアしてないゲームがいっぱいあるから、そっちをね、まあ優先的にやってもいいよね。エルデンリングもやってもいいしね。あ、ただね、三国志のね、14をどうしようかっていうのちょっと悩んでるんですよね、今ね。あと三国志の、三国無双の8ね。それもどうしようかなって悩んでますね。あと、信長の野望もね、悩んでますね。まあ、信長の野望をね、途中で終わってるから、A5 はウェットのコーナリング初級、濡れた路面で重要な早めのブレーキングを学ぼう。さて、いよいよウェット路面の登場だ。ウィットロメの特徴は何といっても滑りやすいこと。早めのブレーキング、そして丁寧なアクセルワークを心がけよう。早めのブレーキングか。ウィットロメでは早めにブレーキを踏む。ウェットかどうかっていうのは分かりづらいね、これね。F1 のゲームはね、ウェットってすごい分かりやすいんだけど。うわー、マジか、曲がりきれずか。そうそう、だから F1 のゲームとかはね、ワイパーがこうシャコシャコ動いてね、雨降ってるぜっていうのを分かりやすくしてるし、水滴がね、画面上につく演出があるんで、すごく分かりやすいんだけど、グランツーリスモはあんまりそれがないのかな。うわ、なんだこれ、めっちゃ滑るな。こっちのさ、ブレーキ踏んでるときは分からないんだけど、コーナー抜けた後だね。抜けた後がめちゃくちゃブレーキがね、かかってない、滑ってる状況になってるね。この辺からブレーキかけるか。60キロまで下がったけど大丈夫か。とりあえず乾燥だけしていこうか、まずは。29秒。あ、いけたね、31秒。なんだかんだでいけたか。結構フラフラしてたけど、最初のコーナー入った時どんな感じだったのかな。60キロまで下げたよ、スピード。微妙に調節しつつ、だいぶ早いタイミングでブレーキングがね、フラフラ
ちょっとこのリプレイのさ、あれ変だな。常に車が真ん中に固定されてて、背景が動いてるって感じがして、めちゃくちゃ違和感があるね。よし。さあ、とりあえずこのライセンスだけ取って、あの次のね、レースに挑戦したいよね。わ、結構多いな。試験関係だからね。まあ時間も時間なんでね、そんなにガツガツはできないんだけど、このライセンスとかっていうのはね、多分ね、GT スポーツ王にはなかったんじゃないかな。A6 は連続コーナー初級1、モンツァ名物バリアンテアスカリを攻略しよう。この課題では連続コーナーの走り方を学ぶ。コースの幅を目いっぱい使ってコースの頂点と頂点を結ぶイメージで走ろう。うん。アルファロメオ、かっこいいね。速っ。あ、綺麗、綺麗な、あるね。よいしょ。インコースを攻めていく。これいったんじゃないか。ギリギリだ。マジかよ。割と早くいったと思ったんだけどな。かっこいいな。アルファロメオかっこいいわ。なんでこういう形の車をかっこいいと思うんだろうね。不思議。なんか人のセンスってさ、やっぱりある程度さ、かっこいいって思うものがみんな一緒だと思うんですよ。それって多分でも世界共通で多分一緒な部分があると思うんですよ。それが不思議でしょうがないんですよね。それは何が思ってそう思ってるのかっていうね。それが分かったらさ、あのプロダクトデザインとかする人にとってはさ、まあでもプロダクトデザインする人にとってはって言っても、デザインってそのデザインだけで決めれることじゃないからね。プロダクトデザインは特にね、なんていうのかな、ユーザーに使いやすくするっていう目標があるから、そこをね、おざなりにしてデザインだけに特化したものを作るってわけにはいかないからね。A7 は連続コーナー初級2、僕の母国スペインのカタロニアサーキットでテストするよ。 A6 に続いて連続コーナーの課題だ。アクセルワークで車をコントロールしてみよう。なるほど、ブレーキはするなってことか。BMW ブレーキしろって書いてあるじゃん。あー、行き過ぎた。そうそうそう、だからその格好さっていうのもさ、ある程度その共通であるっていうのと、まあ車はでも車のそのこの形を最初に決めた人ってさ、直感でやったのかな。不思議だよね。だから車がだって初期に出た頃からさ、こんな形だったじゃないですか。こんな形っていうか四輪があってボディとかをさ、よいしょ、 OK。 変にさ翼とかつけたりもしてないしさ、上がそんなすっごいなんかこう盛り上がったりとかもしてないしさね。その後ですごい不思議でしょうがないんだよね。 OK、 終了終了。本当にその車の出た当時の写真とか見ても、あ、でも車出た時の当時はこの上の屋根とかなかったかな。あ、そうか、馬車がもともとあったから馬車のイメージでやってたのかな、車ってね。ウィングとかっていう発想はそもそもなかったのかもしれないね。馬車が元だったとしたら馬車でウィングとかね、考えないもんね。だから面白いよね。なんでそのプロダクトデザインというか、そのものがこの形になっていったのかっていうことを考えるとさ。コロラドスプリングス、ライセンス、
Dirt Driving 初級。A8 はダートドライビング初級、舗装路との違いを体験しよう。ついに来たね。この課題ではダート路面をでっかいダンドラで駆け抜けよう。ダートを走るコツは早めにステアリングを切り始めること。ステアリングを駆使して車の向きをコントロールしよう。いいね、ダートを初めてだね、走るのね。おー、デモンストレーション。違う。終了。オッケー。よいしょ。てかデモが見れるんだったらデモ通りに走ったらいけるってことか。分かんなかったらデモ見よう。早めにステアリングを切ること。おお、そんなにまだ乱れてる感じはしないね。言うほど。行ったんじゃないって全部シルバーだから、シルバーじゃなくてブロンズだからね。ゴールド取る人ってどんだけうまいんだよこれ。いや、かっこいいね。あー、いいね。このなんかこう土煙をさ巻きながら走るって一回やってみたいんだよね。本当になんかアメリカとかのさ広大なさ土地をさ車でちょっと爆走してみたいよね。一回そういうことやってみたいなって思うね。多分映画の影響だろうね、そういうのもね。やってみたいなって思うのね。あとクルーズコントロールだったっけ、あのアクセルとか踏まなくてもさ同じ速度でずっと走ってくれるやつ。あれで一回さ、本当に広大な土地をさ、走ってみたいな。飯食いながらね、とか、なんか、ジュース飲みながらね、走ってみたいな。酒は飲んだらダメだからね。A9 はヘアピン攻略、アクセルオンを焦りすぎないように気をつけてと。この課題で有名な鈴鹿のヘアピンを使ってヘアピンコーナーの走り方を学んでいくよ。ヘアピンこそ気温がしっかり切るコーナーだ。しっかり減速してからコーナーに進入。そして車が出口を向いてから徐々にアクセルオン。この動きを身につけてくれ。出口を向いてからアクセルオンか。NSX か。うわー、よし、出口向いてねえじゃん。 NSX かっけえな。ホンダ NSX、 そうそう、グランツーリスモはさよくこの NSX って出てくるからさ。うわー、行ききれずか。やっぱこの車高が低い車ってかっこいいよね。よくさ、その走り屋の人とかもさ、かっこいいからっていう見た目の理由でやっぱ車高とか低くするじゃないですか。なんで車高が低いとかっこいいと思うんだろうね。不思議でならない。人類共通の何かがあるんだろうか、本当に。あ、クリアしたの。だいぶスピード落としたけどな、コーナー前。40キロまで落としたのに、クリアできちゃった。車の性能が良すぎるって。本当にね、レースゲームをするたびに言ってるんだけど、ドライバーは無理だから、自分はね、この計測する人になりたい。計測してデータを分析する人になりたい。で、まあ、ドライバーの人に分析の結果をこう伝えるっていうね。そういうのやりたいですね。ああ、やばい、リトライしちゃった。まあいいか。おっ、だいぶ落としてから曲がるぞ、今回も。よし、
60キロで曲がれた。今回は早いんじゃないか。お、ダメだったね。シルバー狙えなかったね。よし。あ、これオートドライブもできるのか。ってことはライセンス取れなくても自分の力で一応進むことはできるんだね。 A1 から A9 まで全ての課題に合格したね。おめでとう。これでいよいよ A10 卒業試験が受けられる。きっと合格できるよ。頑張れ。ポジティブな言葉がけしてくれるのはありがたいんだけどさ、それで落ちたらすげえショックだよね。教官からお墨付きもらったのにさ、そういうネガティブな考えは捨てましょう。いけるいける、絶対いける。オートポリス、あそこのさ、オーとオーのところがさ、2つ重なってさ、8を表してるのか無限を表してるのかわからないけどさ、かっこいいデザインだね。ついに国内 A 級の卒業試験だね。これに合格したらライセンスが発行されるよ。卒業試験はこれまで学んだ全ての知識を生かして走ろう。コーナーとコーナーをスムーズにつないで、ブレーキとアクセルワークで車を安定させる。その先には国内 A 級ライセンスが待っているよ。頑張ってくれ。行きましょう。8ってでも不思議な数字だよね。なんでさ、無限大を表す記号ってさ、8を横に倒す記号になったんだろうね。無限大っていう概念が先に出来上がったのか、8が先に出来上がったのか、どっちかっていう話だよね。でもどう考えても8の方が先に出来上がってるから、8を無限大にと捉えた人がいたんだろうね。うわギリギリ、これいける？あ、無理だね。よいしょ。とりあえず完走したけど、かなりコーナー速度落とさないと無理だねこれ。しかもライン取り基本とか全然喋ることに集中してて、全然基本をおろそかにしてるからね。よし、今ギリギリ、相当出張ってるなこれ。よいしょ。これグランツリスマールあるあるだけど、50キロとかのスピードが50キロに感じられないんだよな。よし、国内 A 級取りました。ふぅ、一応見よっか。国内 A 級ぐらいまでだったらなんとかね、私のような素人でも取れるんだけど、国際だよね。国際が取れないんだよ。国際が、国際のね、 B 級までは確か取れたんだったかな。GT6 とかね、国際の A 級がね、あ、 A 級も取ったのか、取ったけどレースで勝てなかったもんね、確かね。ここがね、外に取りすぎなんだよね。アウト、インアウトだったっけ。そこもちゃんと勉強しとかないとね。まあ、コーナー外側からアウトに入っていってっていう感じだね。うん、よし、これでようやく次のレースに出場できるようになりましたね。資格を手に入れたので、うん、これがないとね、次のレースに出場できなかったんですよ。そのために、今資格を取りに行きました。あ、プレゼントカーがあるんじゃないかこれ。あ、シロッコ R10 ピュアホワイトフォルクスワーゲンか。やったね、国内 A 級ライセンス取得おめでとう。プレゼントカーはガレージに届けておくよ。おお、おお、いいねいいね。うん、国内 A 級ライセンスの取得おめでとう。僕は国際 B 級を担当するイゴール・フラガです。今ブラジルに住んでいますが、子供の頃は日本で育ちました。新たな課題の基準を全てクリアできればライセンスが発行できます。一緒に頑張りましょう。国際 B 級か。次はカマロのさ、あれすごいね、695ってやっぱり。これ出場できるかな、次のレース。車が、どの車がいけるか分かんないからね。さて、次はこれか。
ロードカーアメリカ国内 A 級ランセンス、トライアルマウンテンカップ、山岳地帯に広がる美しいサーキット、トライアルマウンテンを舞台とするレースシリーズ。あ、シリーズか、これ。あー。じゃあ、戦わなくちゃいけないね。何回かね。第1戦、第2戦とあるんで。こういうのを考えるとすごいよね。レースの内容とかね。ルールを決めてさ、コース決めてさ。で、何回か多分やるんでしょ？安全性とかも確認しながら。このコースで大丈夫かとかさ。で、コースのコンディションを保ってさ。ね。で、お客さん入れたりとか、宣伝したりとかね。めちゃくちゃ大変だよね。まあ、昔からあるやつはね、先人がやってきた、努力っていうか、それを守るだけでいいかもしれないけど、新しくコース作ろうと思ったらめっちゃ大変だよね、本当に。なんかこう、当たり前にさ、レースとか行われるもんだと思ってしまうかもしれないけど、そこに至るまでのさ、まあ、苦労とかさ、そういうの考えていくと結構あれだよね。大変だよね。参加する側も大変だしね、またね。車どうやって運ぶんだっていうね。燃料どうするとかね。あとその予備のパーツとかどうするとかね。めちゃくちゃ大変だよね。ドライバーもね。ドライバーがだからその日体調不良とかもどうするんだろうね。違うドライバーがいるんだろうね、でも多分ね。参加したらお金がもらえるのかもしれないけど、参加できなかったらじゃあどうなんだとかね。その辺めっちゃなんか考えなくちゃいけないことが山ほどあるよね。うわ、こんだけ走ってもまだ5位か。前の車が速すぎる。まあでもね、この車速いんで直線があれば追いつけるでしょ、いつかは。見る見る追いついていっておりますよ、前の車に。このまま突っ込んでいこうか。ほら、2周かなんかだったよね、確かこれ。これでもね、あのアシスト機能がついてるから、こっちになったらライセンスの時は確かついてないんだけど、レースの時はついてるから、割と無茶して走っててもね、自動でブレーキがかかってるから、この辺でなんとかなるんですよ。この機能がついてなかったら、まあ正直きついよね。最悪そのレースに勝てなかったら、オートドライビングでライセンスだけ取ってストーリー進めていくっていう感じになるよね。マシンだけ強化していって、そのマシンをこう眺めると、かっこいいマシンを。やっぱね、かっこいい車ってさ、かっこいい映画につきもんでさ、まあ、それでも男の発想なのかもしれないけどね、007とかさ、めっちゃかっこいい車が出てくるじゃないですかね。ハードボイルド系のさ、そのアクション系の映画って必ずスーパーカー出てくるからね。ワイルドスピードとかもね、スーパーカー出まくりだもんね。スーパーカーの中でもさらに改造したスーパーカーみたいなのが出てくるでしょ。いいよね、ああいうの、夢があるよね。全然話変わるけど、ドバイとかはさ、警察の車がさ、フェラーリかなんからしくてどんなさ、フェラーリだったかな、まあ、とにかくあのスポーツカーなんですよ、パトカーがね。だからどんなそのカーチェイスになっても負けないっていうねスペックが良すぎて。よーし、結構ね、突っ込んでカーブ曲がってるけど、どうやってブレーキかけてんだろうね、コンピューター側が。ブレーキでやってるのか、サイドブレーキも効いてるのか分かんないけど、エンジンブレーキとさ、サイドブレーキとさ、ブレーキペダルっていうのかな、まあ、ブレーキって、まあ、かけ方が何種類かあると思うんだけど、どういう風にかかってるのかって原理的にはあんまり知らなくて、
こら辺もちょっと勉強していったら面白いんだろうなって思いますね。サイドブレーキはそのね、足元でブレーキしなくてもブレーキがかかるわけだから、相当強いブレーキなんだろうねって思うんだけど、足元のブレーキは自分でコントロールするブレーキだからね。よし、これでかなり差を詰めて、剥がしてじゃないか、後ろ。あ、そうでもないな、そんなに剥がしてない。あー、いや、でも結構剥がしてるか。よし、さあ1位取りましたね。完全にマシンパワーにおんぶに抱っこですが、これ1位じゃないとさ、お金とかあんま手に入らないからさ、まあ、1位でいけることは悪くないですよ。200万だからね、大きいよ。3000万貯まったよ、これでね。かっこいいね、カマロ。やっぱなこのアングルかっこいいな。ここでさ、一つこう止めて写真が撮れるのがグランツリスモのいいところ。でもね、グランツリスモの写真モードっていうのがあって、写真だけをね撮れるモードがあるんですよね、グランツリスモで。それもまためっちゃ良くて、多分ねこうレースゲームってやっぱりね熱くなりますよね。よし、行こうか。次ね、サッカーゲームもね、まあ FIFA とかで面白いは面白いんだけど、結構調整が入ってくることがあって、サッカーゲームってめっちゃ負けてるチームが異常に強くなっちゃったりとかね、することがあって、こっちが1位の時に相手が最下位のチームなのにめちゃくちゃ強くてボール取れないとかね、結構あったりするから、負けた時のさ、あれがなかなかきつい、精神的なダメージが。サッカーゲームはね、点が入るまで時間かかるからね、サッカーゲームは特に。徐々にさ、レースゲームだったら勝ちにいってるっていう雰囲気は体感できるけどさ、レース中に。サッカーゲームはさ、点が入ってようやく気持ちが落ち着くって感じだから、結構そこら辺がねきついですね、サッカーゲーム。野球ゲームはね、でもその割り方、そこら辺が落ち着いてるかもね。野球のゲームはね、でもピッチャーでやるとね、今スポーツゲームの話なんですけど、野球のゲームピッチャーでやるとね、すっげー大変なんですよ。球数が多いから、すごい1試合に30分ぐらいかかっちゃって、バッターに入るとね、打席は 4,5 回ぐらいしか回ってこないから、だからね、バッターでやるとサクサク進むかなって感じだね、野球ゲームは。でペナントとかになるとさ、すっげー試合数多いのに、ピッチャーでやるとさ永遠に終わらないっていうね、そういうことになりかねないから。あ、いいな、この山の風景。わー、山走りたいな。さあ、さっきと一緒で5位までは順調に流れるんですよ。こっから先ですよね、4位以上を目指していくために大変。さっきのコースの逆走だよね、多分ね、おそらく。トンネルのさ、このライトっていいよね、なんかね、なんかちょっと落ち着くんだよね、トンネルのライトって。相変わらず運転が荒い。実社会でこの運転したらマジでね、殴られても言い訳できない。というか、まあ普通に捕まるでしょね。さあ、前の車に追いついてきたよ。まずい。こ
今回ね、龍が如くの極みをね、ちょっとプレイさせて、クリアさせていただいたんですが、うわぁ、プレイ時間がね、まあ、17時間ぐらいで一応終わったんですよ。でもそのうち2時間ぐらいはね、ちょっとね、いろんなトラブルがあって、無駄に時間使ってるので、実際多分ね、15時間ぐらいで終わってるんですよ。相当ね、最近のゲームとしてはね、早く終われたなって感じがしますね。お、まだ2位だったか。まあ、ただやり込み要素結構いっぱいあるんで、まともにやっていくとね、多分もっと時間かかっちゃうんだろうなって気はしますけど、まあでもメインストーリーがそれぐらいで終わる方が、まあ、どっちかっていうと、まあ、忙しい時にプレイするにやったらいいかなって気がしますけどね。最近のゲームはね、やたらとね、時間かかるからね、50時間とかね、平気でメインストーリーだけで50時間かかっちゃうから、それと比べたらまあ結構スッキリはしてたかなって感じするけど、その分ちょっと肉付けが甘くてね、メインストーリーの中にサブストーリーが入ってるみたいな感じだったから、実質メインだけで見ると多分8時間ぐらいしかなかったんじゃないかな。相当肉付けとしては薄かったなって気はしますね。わっ、やべえ、暗くなった。あー、この明かりいいな、このライティング。そして目が痛くなってきた。これはよろしくない、よろしくないぞ。まあなので今回のこのレースで終了にしようかな。久しぶりにちょっと目の症状がまた出てきましたね。ここなんとか1位で切り抜けて終わりましょう。いいね、この夜を走るの気持ちいいよね。夜は気持ちいいけどリスクは結構大きいからね、前が見えないっていうのもあって、こんなところで小動物とか出てきたりしたらどうするんだって話になってるから、ね、このカーブが曲がりきれん。もうすぐでクリアかな。よいしょ、 OK、 1位。ガツガツに走ってんな。お、総合1位、400万。お、シルビア、日産、フェアレディ、好きなカードを選んでください。大体真ん中だよね。日産 180SX、 あ、フェアレディ、あ、フェアレディの名前が良かったな。180SX タイプ X96 ゲットいたしました。ありがとうございます。もう1列ぐらい 3台集めないといけないから、多分まあもう2回ぐらい走らなきゃいけないんじゃないかな、多分ね。最初の追い上げの時気持ちいいな。圧倒的なこのマシンでさ、格の違いを見せつけるっていうね、これがいいんですよ、スペースゲームの醍醐味というか。だから F1 はね、それができないんですよね。何十周もやって1位を取るっていうゲームなんで、これは2周の間で決めなきゃいけないから、そこら辺がいいかな、グランツーリスモの良さかな。2周の間で決めて5周とかだとね、結構しんどいですよ。 F1 のゲームってね、平気であのトライアルでさ、データ計測だけするだけで5周とかさせられるから、まあ、リアルを追求するっていう海外ゲームのさ、良さではあるけど、そこまでリアルにしなくてもっていう感じがするんですよね。ゲームとしての遊びやすさも犠牲にして、まあね、リアルを取るかっていう話になると、ちょっとまたそこは違うんじゃないかなって気がしますよね。だからこういった風にゲームとしての遊びやすさを追求しての2周芝居っていうのが、まあ個人的にはよし、
まあ、あくまで個人の感想でございますが、やっぱり F1 もね、なんかその5周でもね、多分 F1 ショートになってるんで、本気で走れるとなったら10周ぐらい多分するんでしょうね、トライアルでもね。それをショートにして2周、あ、5周とかになってたんで、さあこれでカフェに入れるようになったんじゃないかな。もう3時だよこれ、やばいね時間的にも。アップデートのお知らせがあったね。トライアルマウンテンカップでの総合優勝おめでとう、素晴らしい結果だ。レースを見ていたあるアメリカ人から連絡があってね、ぜひ自分の店に遊びに来てほしいそうだ。その新しいショップレジェンドカーはもう君のためにオープンしてあるらしい。報酬受け取ったらぜひ行ってみるといい。レジェンドカーがどういう店なのかはサラが教えてくれるよ。富士スピードウェイ、オートポリス、レジェンドカーがーオープンしました。コレクション、日本日産のスポーツカー。今回集めてほしいのは日本のメーカー日産のスポーツカーだ。日産の歴史には GTR、Z、シルビアという世界的に人気のあるスポーツカーが存在している。この3台集めたらまたここに戻ってきてくれ、待ってるよ。はーい、コレクション日産のスポーツカー、いいね。しかしこの山奥にカフェを置くっていうのは結構大変だろうね。電気水道とかのね、インフラの維持費が特別料金でやってったろうねきっとね。レジェンドカーがオープンしました。これでもうパビリオンは終わりなんじゃないかな。だろう、マラドーナとかさ、選ばれたコレクターだけがその存在し入店を許される特別なお店、それがここレジェンドカーです。この店では20世紀に生まれカーコレクターの憧れとなった車や世界のサーキットで活躍した伝説的な車たちが、ごくわずかに入荷される。どんな車たちが待ってるんでしょう、本当に楽しみ。おお、かっこいいね。はじめまして、ハガティコレクションへようこそ。私はこのコレクションのアドバイザー兼ガイドのマキール・ハガティです。本日入荷しているのはこちらのラインナップです。ご自由に見て回ってしっかり車を確認してください。次はあなたがハンドル握る番ですよ。5000万買えない。マングスター、アストンマーティン、フェラーリ 250GT、 1984年、アスカイラインかっこいいね。ジャガー66年、あ、これかっこいいじゃん。説明を聞く。ジャガーはルマン24時間レースの歴史に大きく関わっています。1950年代には C タイプと D タイプで24時間レースを5回も優勝しています。ですが1956年にルマンから撤退すると、1960年代になるまでレースに興味を示すことはありませんでした。しかし D タイプに代わるスポーツカー開発は密かに進められていたのです。 D タイプの後継こそが V12 をミッドシップに積んだこの XJ13 です。ですが残念ながら XJ13 はルマン出場までたどり着くことはありませんでした。車の準備ができた頃には経営陣側の優先順位事項が変わってしまったのです。もしフォードとフェラーリが熾烈な争いを演じたあの有名な1967年ルマンにジャガーが加わっていたら、これは想像するしかありませんね。うわ、かっこいい。スープラ97年。おー、これがレジェンドカーたちか。よし、まあ、ちょっとこれを見ている時間もあまりないのでまあゆっくり時間があるときに見ましょう。はい、37分か、ちょっとやばい時間になってきたね。はい、というわけで今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。まあ、こんな感じでのんびりのんびりプレイしていこうかと思っておりますが、なんせデータ111ギガもあるんで、多分ねクラウド上に保存されるって感じの、クラウド上というか、まあ、そのサーバー上に保存されるって感じだから、一回消しちゃうとねまたゼロからスタートになるんじゃないかなと思うんですよ。だからちょっと厳しいかなと。セーブデータが多分残らないんですよ、本体にね。だからちょっとこれを消してしまうと、全データが消えてまた一からやり直しになっちゃうと思うんで、111ギガをね、常に占有してというのは、なかなか厳しいコンテンツだな、というふうに思っておりますが、気になるところまで行ったらもう終了って感じに多分すると思います。じゃないと別のゲームが入らないんですよ、データが重すぎて。111ギガはね、1テラのね、確か、SSD 持ってんだけど、1割取ってるからさ、一本のゲームで。なかなか厳しいよ。はい、ということでですね、今回はこれ終了したいと思います。ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。